日本語シャドーイングリスニング頑張ってください何回も聞いて練習してくださいどうしましたか頭が痛いんですそれはいけませんねうちに帰った方がいいですよええー、そうします どうしたんですか携帯が見つからないんです。カバンの中は見ましたかええー、全部出して見たんですが。机の引き出しはもちろん見ましたが。そうですか、他に心当たりは えっと会議室か休憩室かもしれません私も一緒に探しますよそうしてもらえると助かりますどうしたのプレゼンテーションの準備をしてるんだけどああ明日のゼミのそう 明日、私の番でさ。でも、パワーポイントがいまいちわからなくて。教えてあげようか本当ありがとう。オンに切る。どうしましたかプリンターが使えなくて。 保証しているようですね。30分後にこの書類が必要なのにあじゃあ仕方ないから今だけ下のコンビニのコピー機使ったらそうですねそれが早いですねそうしますあの どうしたんですかあ、すみません。このお店を探しているんですが…あ、このお店なら知っていますよ。そこの角を左に曲がってすぐです。ありがとうございます。赤い看板が目印です。どうもご親切にありがとう。 どうしたの今日元気ないね。お母さんと喧嘩しちゃって。珍しいね。どうしたお母さんにスマホブロックされちゃって。ああ、あるある。私もよくされるよ。だからつい口答えしちゃって。それで、 喧嘩しちゃったんだ。そう。スマホ使いたかったら謝ることだね。やっぱりそう思ううん、それがいいよ。わかった。うちに帰ったらすぐの方がいいよ。そうする。 お疲れ様でした。また見てくださいね。チャンネル登録をお願いします。そして、いいねボタンもクリックしてくれたら嬉しいです。